どうも、名古屋の塾講師です。今回は速報、愛知県公立高校倍率が出た、これについての話をしていきたいと思います。超速報です。9月の進路希望状況調査というもので倍率が出ました。これね、ちょっとね、注意しなきゃいけないんですけど、倍率といってもみんなそこに受験するわけじゃなくて、まあ、いわゆる希望調査なので、私はそこ受けたいです、そういったデータになってます。だから倍率は上がるかもしれないし下がるかもしれない、確定ではないです。ただ大体の子たちがそこの学校に対して受けたいな、行きたいなっていう気持ちが現れてる、そういった調査になってます。これただね、分かりにくいんですよ。なんか受験者数増えた、倍率も上がった、どうしたらいいの、どうなるの、よく分かんない。昨年から見て倍率は上がった、じゃあどう影響するの、こういった分かんないことに対してこの動画でそれを説明していきたいと思います。またね、志望校選び、自分がその学校に受かるかどうか分かんないっていう方は井の塾合格判定、これで検索をしてみてください。まだまだ拡張していく予定ですけども、内申点を入れてどれぐらいの学校が受けれるのか、学校のテストを入れてどれぐらいの学校が受けれるのか、偏差値を入れてどれぐらいの学校が受けられるのか、どういった組み合わせがいいのか、ベストなのか、そういったことをしっかりと検索することができます。愛知県の公立高校の受験者数の大体3分の1か4分の1の子たちが使っているそうです。特に内申30以上の上位校の子たちは結構な割合で使っているのでおすすめです。また愛知県の受験情報や学校情報は井の塾〇〇高校で検索をしてください。そしたら大体の学校は情報を公開されています。そしてね、学校情報だけじゃなくて、それに対しての受験対策法、また学校の倍率とかの細かいデータはブログで公開してます。概要欄、コメント欄からリンクで飛んでください。もしよろしかったらね、名古屋井の塾ブログ、こちらでも検索をしてください。今回は倍率の話、この倍率がどう影響するのか、また今回の公表されたやつでどこを見ればいいのか、どういったことが分かったのか、そしてどういったところを知らなくてもいいのか、これについて話をしていきます。ぜひチェックしてください。それではどうぞ。1つ目、倍率が上がるとどうなるの。よく皆さん倍率が上がったらなんかすごく嫌な気持ちになりませんか。こんなにたくさん受けるんだったら私受からないじゃんって思う方も結構いらっしゃると思います。それはなぜかというと、受験者数が多ければ多いほど合格ボーダーが上がると思っているからです。なぜボーダーが上がるのか分かると思いますが、頭のいい子たちがどん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 引き上げてしまって、そしてその結果頭のいい子たちが受かる、今まで受かるって言われてた子たちが落ちちゃう、そういった状況になってしまいます。だから倍率が上がると合格ボーダーが上がっちゃうんですよ。マジでやばいじゃん、そうやって思われてる方いらっしゃると思います。ただちょっと待って、今回発表されたのは進路希望状況調査です。つまり希望だけなので、この倍率が確定ではないです。例えば超人気校の随良高校、今回の希望調査では5倍という倍率が出ました。しかし去年の最終倍率は 3.69 倍です。下がりました。なぜ下がったかと言いますと、9月の時点では内申点がよくわからん、随良高校が名前しか聞いたことない、そういった子たちもかなり調査として出しています。だけど12月ぐらいの時に受けれないかも、そういう方が結構増えてきます。そのため倍率下がります。だから今回倍率が5倍だからといって受験できない、諦めた方がいい、それはやめた方がいいと思います。自分が内申点がもし持ってるんであれば、その学校を受ける価値があります。ただちょっと待ってください、僕のさっき言ってた合格判定サイトでは内申点がこれぐらいの子たちは合格率がこれぐらい、そういったデータがもう出てます。つまり内申点が低すぎる子は受かる可能性はかなり低い、それでも挑戦したいっていう子いますよね。だけどかなり厳しいっていう事実を知ってください。もし内申点があるんであれば、今はまだ諦めずに挑戦することだけを考えることをお勧めします。あとで合格判定サイトのねデータ少しだけ公開しますけども、それを聞いたら今回の倍率そんなに気にしなくてもいいってことは分かりますよ。2つ目、第一希望か第二希望の違い。皆さん愛知県って実は2校受けることができるんですよ。知ってましたか。1回の受験で2校受けることができる。そのため第一希望と第二希望の受験者数っていうのが今回出ています。それの合計が倍率という形で出てます。倍率っていうのは入学できる人数よりもどれぐらいの人たちが受験するかっていうのが倍率です。ここでねちょっと注意してほしいんですけども、第一希望が多いっていう学校はそこの学校で合格したら第二希望にもう行かないわけですよ。ってことは第二希望として出してる学校の子たちは何も影響がないんですよね。その子たちが合否判定をしないので全く影響ないんですよ。だから倍率が高くなったとしても第二希望の人数が多ければ多いほど、実は第一希望の学校で受かってたりとかが影響なかった、そういったこともあるので、なんで倍率が高いからといってなんかすごく良くなかったみたいな感じはあんまり影響がないです。
何度も言うんですけど、まあ後で言う合格判定サイトのデータちょっとだけ公表するんで、まあ、少し安心してください。ただ第一希望が多い学校はやっぱり上位校が多い。そしてその子たちが学力が高ければ高いほどボーダーもどん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 上がる。そして2つ目に考えてほしいのは、第二希望が多い学校、これは第一希望がダメだった子たちがめちゃくちゃ落ちてくると合格ボーダーが上がってきます。だから合格ボーダーが上がるっていうことは結局この2つの影響がすごくあるんですよ。倍率が上がると思う、合格ボーダー上がるじゃないかってさっき言ったじゃないかっていう方もいらっしゃると思うんですけども、分かりやすく言えばね、例えばみんな受験者が学力めっちゃ低い学校だとします。そしたらそのボーダーはめっちゃ下がるわけです。例えば旭川高校みんなこけちゃった、それでみんな0点だとしたら合格ボーダー1点でも取ってたら受かるみたいな感じになります。だから倍率はもちろん合格ボーダーを引き上げる原因にはなりますよ。だから倍率というものは合格ボーダーを引き上げる一つの要因にはなります。ただ倍率が上がったから、だから合格ボーダーがポーンって跳ね上がるかどうかは、第一希望の人数が多くてさらにその子たちが学力を引き上げる、または第一希望ダメだった第二希望で受けよう、その子たちが点数を引き上げてしまった、こういった学校が合格ボーダーが上がりやすいって感じです。だから倍率が上がればイコールボーダーが上がるっていうのはイコールではないので、ちょっとそこの部分が難しいかなと思います。3つ目、全然気にしなくてもいいデータ。僕のね塾のブログでも書こうと思うんですけども、全然知らなくてもいいデータとか全然関係ないデータとか、そういったのがあります。例えば今回だと公立高校と私立高校どっちのが受験者数増えましたか、こんなん全然興味ないし全然関係ない、影響も出ない。ただ私立高校は今偏差値も上がってきてるし人気にはなってきてるっていうのは事実です。これにもからくりがあります。これはまあ次回の動画で出します。またグループについてなんですが、 A グループ B グループで倍率が変わった、こういったものもね、まあ、一応やっぱ受けやすい学校受けにくい学校とかであるので公表はされてますけども、まあ皆さんはね気にされなくてもいいかなと思います。またさっきも言ったんですけども、倍率は9月時点12月時点そして最終倍率、こういったもので全然違ってくるので、あまり今回の9月のデータ気にしすぎないことですね。そして最近いわゆる定員割れということが起こってます。定員割れとは入学できる人数よりも少ない人数が受験したという形です。そうすると全員受かっちゃうんですよ。こういった学校を狙うっていう方も実はいらっしゃるんですが、僕は今の現時点のこのデータはあまり気にされない方がいいと思います。12月にまたデータ出るので、それを参考にしてください。全部のデータをね気にしようと思ったらそれは気にしたらいいと思うんですけど、僕からすると倍率っていうものに関してもそこまで気にしすぎない方がいいと思います。これは次の合格判定の話をします。4つ目、合格判定サイトのデータ。愛知県の公立高校受験される方は4万人から5万人ぐらいいるそうなんですが、伊能塾の合格判定サイトのデータは1万5000人から2万人のデータが集まっています。つまり3分の1か4分の1ぐらいの子たちは使ってますので、それは愛知県最大のデータ数です。またこのデータを使って皆さんがどういった学校を受けたらいいのかという志望校の判定、この学校受かるのかなっていう合格判定、こういったものができるように今作っています。もしね作った内容を知りたいなっていう方は YouTube 登録、そしてブログもチェック、そちらをぜひよろしくお願いします。今回はデータの公表です。ただデータの公開はまた違ったタイミングでしようと思うので、今回は一部のデータの話をします。まず最初に伊能塾合格ボーダー、これで検索をしてみてください。そしたらどれぐらいの内申点と当日点が必要かっていうのがそれぞれの学校で出てます。これは去年の受験者のデータからどれぐらいが合格ボーダーなのかっていうのを割り出してます。このボーダーの特に見てほしいところは内申点です。今あなたが内申点どれぐらい取ってますか。その内申点と同じかそれよりも下の学校を公立高校は受験することをお勧めします。いや僕は受験もっと上のレベルをしたいんだっていう方もいらっしゃると思いますが、じゃあもっと頑張れ、そういった話になります。なんでこういったことを言うかって言いますと、今合格判定サイトのデータを見てるんですが、このボーダーというもので出してる、今ブログで出してる内申点よりも下の子たちの合格率はやはり下がります。なぜかというとその学校を受ける子たちの学力はほぼ同じだからです。ってことは内申1違うだけでも合否が分かれるそうです。もちろん内申が2つ3つぐらい下でも受かってる学校もあれば、2つ3つ下がればもう全然受からないっていう学校もあります。だから基準になるのは内申点、ここがすごく重要になります。プラスマイナス 2,3 ぐらいであれば、まあ受験してもいいかなと思いますけども、 4,5 ぐらい離れてるんであればもう挑戦です。偏差値がバリ高い、学力がめちゃくちゃあるけど内申点取れてない、そういった方はね受けてもいいと思うん
ですが、通常の塾に通い通常の対策を取ってるんであればやめた方がいいなと思います。それぐらいはっきりとデータが出てます。だから興味ある方はね、合格ボーダーぜひ見てほしいと思います。そのため例えば旭岳高校の合格、内申やったら45とか44の子たちがめちゃくちゃ良かったんです。でも落ちてる子たちの内申点41とか42がやっぱ多いんですよ。ちょっと内申点足りないけども挑戦したい、そういった方多いんだと思います。でもたった1とか2とかの内申点の差で合格率は変わってくるんだなというデータがあります。そして2つ目、倍率が上がる、これが合格ボーダーに影響するのかどうかの話です。これ実は僕らの合格判定サイトは一昨年から始めてます、2021年か2020年です。その時からのデータを集計して分かったことなんですけども、倍率が上がったからといって合格ボーダーが上がるというのはやはりそんなに影響なさそうです。いやそんなこと言ったらお前嘘ついてるやんけと思うかもしれないんですけども、もちろん上がってる学校もあります。でもそんなに影響がないっていう学校もあったりとかします。これはなんで上がるのか下がるのか、その理由は受験問題のレベルにもよります。だから倍率イコールボーダーが上がるではなくて、当日の問題のレベルや傾向、そういったものも影響するので、なんで倍率が高いからといって受験やめようっていうのはまあそんなに考えなくてもいいかなと思いますけど、ただ上位校になると倍率が高いっていうのはやはり影響が出ますし、あとは中堅校の中でも厚田とか天白とかそこら辺はボーダーがポーンって跳ね上がる傾向があるので、なんで倍率が高いっていうのは結構厳しいっていうことを理解した方がいいと思います。これのデータもね、もう僕らは持ってるので、これもまた公開していきたいなと思います。そういう興味ある方はぜひ、ね、チャンネル登録お願いします。はい、いかがだったでしょうか。結構ね倍率気にされる方いらっしゃるんですけども、倍率が高くなってボーダーが上がるっていうのはやっぱり起こるんですよ。起こるんですけども、それが絶対っていうわけではなくて、影響する学校もあれば影響しにくい学校もある。ただやっぱり受験者数が多くなればなるほど頭のいい子たちが受かってくるのでボーダーは上がりやすいっていう傾向があります。こういった話ちょっと複雑で分かんないって方もいらっしゃるんで、そういった方はもうね何も考えずに合格判定サイト使ってみてください。名古屋井の塾ボーダー、名古屋井の塾合格ボーダーとか、名古屋井の塾判定とか、そういったものをやってみると結構簡単に志望校を選べたりとか組み合わせ選べたりとかするので、ぜひおすすめです。またね、私立高校の合格判定サイト作る予定でもありますので、皆さんね受験生の方はぜひ利用してみていただけると嬉しいです。またねブログには細かくそれぞれの学校の倍率出してますので、ぜひチェックしてください。それでは皆さん、バイバイ。